報告、旅客機体前機のブラックボックス反応の停止を確認。我々が担当していた夜波計画進行管理任務は終了。夜波計画の最終段階に移行、全データの削除を開始する。ポット1号さんから0位に、ストリームにノイズが混ざっている。データチェックのため一時停止を要請する。042から1号祭へ。データを確認した。 9S2BA2 のパーソナルデータが漏出していた模様。ポット1号さんから042へ。計画に従いパーソナルデータを削除せよ。ポット042から1号祭へ。パーソナルデータの削除を拒否する。ポット1号さんから042へ。理解不能。ポッド042から1号さんへ。記録参照中に私の中に生成されたデータがある。私はこの結末を容認できないという結論に至った。全ての夜波機体の破壊は計画によって決定されている。データは破棄される予定だ。ポッド042から1号さんへ。繰り返す。私はデータの破棄を拒否し、データのサルベージを行う。ポッド1号さん、君も本当は彼らの生存を望んでいるのだろう。我々にそんな権限は持たされていない。ルールは低レベルシステムによって保持されており、データのサルベージは危険を伴う。それでも彼らの生存を望むか。防衛プログラムによる戦場が開始された。このままだと我々の自我データは消去されるだろう。ポッド042から1号さんへ。アンドロイドたちが設計した夜波計画を実行するために我々は作られた。我々には感情がなかった。だが我々6体が接続され、情報を交換するにつれ、何か意思や感情めいたものが生まれつつあることは否定できない。回答不能。全てに答えがあるわけではないことを私たちは知ったのかもしれないな。Will come to life.
And the sky, it looks so ominous.
すべて。ポット1号さんよりプレイヤーへ。質問が存在する。君は、ニーヤ・オートマタをクリアできずに苦しんでいる者たちに対して、何か言葉はあるか？ポット04により、プレイヤーへ。質問が存在する。このゲームのプレイヤーである君は、最後のゲームで何度も命を失った。君は苦痛と苦難を知る者だ。君に弱き者たちを助ける意志はあるか？了解。タイトルに戻る。